はい、行きます。めちゃめちゃ光ってる。まだ誰も見てないかもしれない。そうですね。あ、来た来た。フェイスブックの方にも来てますね。あ、そう。繋がってる繋がってる。すごい。出ました。初めて皆さんが見てました。すごい。すごいすごい。繋がってる繋がってる。続々と。皆さんこんにちは。こんにちは。チームおカフェ京都でーす。インスタライブ始めまーす。みんな手振ってくれてる。すげー。チャース。カメラこっち？こっちはフェイスブック。あ、そっちフェイスブック。あ、フェイスブックの皆さん。フェイスブックの皆さん。おめでとう。フェイスブックは。そうですね。インスタの人はすごいイケ。こんにちは。ありがとう。こんにちは。あ、ゆりちゃんこんにちは。ゆりさんですね。こんにちは。こんにちは。皆さん見てくれてますね。すごいハートが一気に。みんな元気だよ。はい、では、インスタライブ今から、今日の6月、28日月曜日大安期日、12時から、スタートします。クラウドファンディングに向けてのカウントダウンライブ、インスタライブです。Facebook でほとんどライブしていきます。お、ライブしてますよ。キヨちゃんも見てくれたのね。はい、今からお仕事中もたくさんの方もたくさんおられると思うんですけど、今私が思っていることとか、なぜ、キャンプファイヤーで、資金、投資を募って何を始めるかということをもう一度、ご紹介したいなと思います。先生も見てくれましたね。たっちゃんも見てくれてる。え、生で生配信。はい、実は私は5月31日で、嵐山にあった焙煎所を、閉店したんですけれども、まあ閉店した理由みたいなものを、多くの人がちょっとコロナになってお客さんが減って、経営的に大変だから閉めたんじゃないかというようなことをちょっと皆さん思われてるとは思うんですけれども、まあ、それも一つの要因ではあるんですけど、実は嵐山のお店っていうのはちょっと私の直営というよりはちょっと携帯が変わった契約をしてまして、で、まあ、もろもろ言えば長くなるので、あれなんですけど、まあ、そんなに、経営的にはとかうちの、ビジネス的にはっていう苦しいわけではなかったんですけど、まあ半分人の土俵で、お商売をさせてもらってたことによるちょっとした歪みみたいなのが大きくなってきて、ちょっとストレスもあったので、まあ、この際自分自身の力で頑張って、自分の土俵で自分のやりたいことをやろうという気になったので、とりあえず嵐山を一度閉めさせてもらって、自分らしいコーヒー屋さんを、コーヒー屋さん焙煎所、自分がやりたいことを明確にできるような焙煎所をしようと思い、このクラウドファンディングを、利用して皆さんの力もお借りしながら、自分の理想となるコーヒーを出せるように新たな挑戦をしたいと思います。新たな挑戦をするにあたり参加するのが澤見啓太です。どうも、澤見啓太です。はい、この澤見啓太が、メルボルンから帰ってきてくれたので、私の右腕として何するんだろう。コーヒーを入れて、コーヒー入れて、焙煎もして、焙煎して、パソコンもします。パソコンもして売り上げを8倍にしてくれるらしいんで。おー、すごい。8倍、8倍です。ちょうど8倍します。ケイタ頑張ってくれるんで、清水ケイタで、清水サーミです。すいません、ごめんなさい、ここ用心が、サーミケイタです。これから本店にもたくさん買ってるんで、皆さん仲良くしてあげてください。よろしくお願いします。はい、ユタカは今コーヒーゼリー切ってるので、私がコーヒーゼリーを切りましょうか。はい、ね、はい、ユタカです。赤だよ。いや、
本店の店長です。ユタカだよ、ちっちゃい。イケメン2は、イケメン2だって。イケメン2はどなたって書いてある。はい、会長。なしなしメルボルンから入ってきた清水啓太です。違う啓太しか読まないから。はい、清水啓太です。っていう、まあ、あのこの3人でとりあえず、ドカフェの本店 と、新しく作りたいと思って願っている、焙煎所を3人で切り盛りしていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。では、あれですね、インスタライブを続いているのでカウントダウンに向けてちょっとね、これを見てもらった人いるかなとも思うんですけど、このQR コード見えますか。まあ、みんなこれで見てるから QR コード読み取れないっていう話なんですけどね。見せたところで読み取れないって話なんですけど、あのこれに、多くのリターン品とかが載ってます。ちょっとリターン品の紹介でもしてみましょうか。焙煎所を作る。焙煎所を作ります。はい、インタビューそのための締めです。あ、そうなんです。このクラウドファンディングの資金集めの目的なんですけど、ここにあの入ってます、京都に新しい焙煎所を作ります。で、今日からスタートのですね。で、京都の、焙煎所を作るにあたって、まあ、いろいろと焙煎所っていうのは結構場所が難しくて、立地であったりとか周りの環境であったりとかいろいろ探した中、ちょっと新しい焙煎所の、目星がやっとつき始めたので、その、紹介も後でちらっとできたらなと思います。で、京都に焙煎所作るって結構大変で、まあ、場所もそうやし設備もそうやし、まあ、なかなか僕が思ってた以上になかなか、資金が必要だなっていうのをちょっとびっくりしたんですけど、焙煎機もやっぱり高いですね。知ってはいたんですけど高いなと思って、まあ、それもいろんなことをしながらクリアしていきたいなと思っております。何か紹介しましょうか。リターン品か何か紹介しましょうか。リターン品もいろいろ揃えておりまして、はい、12時から公開なので、今からも見れるんですけど、でもあのリターン品こんなんありますって言っといた方がいいですよね。はい、みんなに皆さんにね支援してほしいなと思っている中で、まあ、いろいろな支援の金額がいろいろあって、その中で、ダンディーブレンドのコーヒー豆とか、パーティーブレンド、ダンディーブレンドはうちの一番定番のコーヒーで、ブラジルマンデリンとかで、まあ、形成されている、とてもダンディーな味がするというか昭和の喫茶店をイメージしたブレンド、この定番ブレンドを、みんなで飲んでほしいなと思って、そのリターン品も用意してます。あとあれですね、常連さんとかお店に来れる方はすごくおすすめなのがコーヒーチケット。ちょっとあれ行きましょうか。ちょっとごめんなさいね。まずこれがダンディブレンドです。ダンディブレンド、これ 500g で3000円のリターンがあります。3000円で 500g の超お得です。こっちパーティーブレンド、パーティーブレンド、これエチオピアベースのコーヒーで結構浅いのすっきりしたコーヒー。おカフェではエスプレッソブレンドはこれで入れてます。カプチーノとかエスプレッソはこれで入れてます。モカなんですごい香りが良くて華やかな香りのするコーヒーですね。これの2つが、うちのリターン品のベースになっています。そしてなんか悔しいですよ。本店に、すごい来れる方は今日、昭和感たっぷりのコーヒーチケットです。これは、11枚綴りで5000円、通常販売よりもだいぶお安くなっているので、本店に行きたいっていう方はみんなこれをクリックしてください。ありがとうございます。おはようございます。
願いします、はい、今営業中なんでいろんな声も聞こえますがあと何があるかな、いろいろな、じゃあロコモコのセット、バリスタ岡田くんコーヒー教室、オンラインなんですけどコーヒー教室もあります。限定品、あ、早い者勝ち限定品があります。これ、はい、これは限定だから数がなくなれば終わるってことですね。はい、はい、たった15名です。え、たった15名です。あ、15名しか買えないものがあります。トートバッグですね。トートバッグセット、おカフェのドリップ、ん、違うもん。ですか、早い者勝ち15名限定トートバッグ。結構ね、あんまりディープフライっていうかさ、あげたんでね、限定の方を申し込んでもらったらバッグが付いてくる。あ、そうなんだこれ何でしたっけ、コーヒードリップバッグに全部トートバッグが付いてくるってことですね。そうです、はい、お気に入り。ドリップバッグランディ10パック、パーティー10パックにプラス、マグカップも付いてて、1500円、はい、この、トートバッグ、ちょっとこれトートパックになってますよね。バッグ、はい、下の方はちゃんとバッグになってます。なるほど、すいません。で、オリジナルコーヒー豆、ランディ 300g、パーティー 300g、プラスあの、かわいいカプチーノカップですね。このカプチーノカップがついてて、7500円、これ限定3名、これも15、はい、15、じゃあ分かった、ラテアートがあるですね、はい、全部あのトートバッグがついてるんですけど、お腹が空いていらなかったらすいません。落ち着きです。こんなおカフェのトートバッグ開けてみましょうか。これトートバッグ、お弁当にぴったりの OL さん、 OL さんって言うのかな、こんなバッグです。これが全部15名だけついてきます。お、ありがとうございます。誰か使ってくれてるし、トートお弁当バッグに使ってます。ありがとうございます。で、そのと何がありますかね。ラテアート教室。あ、ラテアート教室。これはマンツーマンですよね。マンツーマンとグループと2種類あります。ラテアート教室は、マンツーマンのラテアート教室と、グループでの、はい、ラテアート教室、これはあのこことか、もし間に合えばですね、新しい焙煎所ができれば焙煎所でもやりたいなと思うんですけど、多分あの間に合わないと思うので、まあ、スケジュール調節しながらなんですけど、まあ、ここで、僕が、今までやっていたラテアートの、まあ、技術とか、まあ、あのミルクの泡立ての仕方とか注ぎ方とかね、岡田的に岡田論っていうちょっと変わった僕ミルクの泡立て方をしているので、他の人とちょっと違うんですけど、まあ、甘いねっちょりとしたミルクを作れるミルクラテアート教室やっていきたいと思います。マンツーマンなんで密着型です。お待ちしております。あとグループも、まあ、限定10名までグループでも、そう、グループなんか1人で恥ずかしいっていう人用にお友達集めて限定、まあ、10名ぐらいまでなんですけど、その中で、ラテアート教室っていうのを和気、まあ、あいあいとできるようなラテアート教室も、企画してるんで、そちらの方もご支援よろしくお願いします。あと限定ではないんですけど、オンライン講座ですね、コーヒー教室オンライン講座のチケット、はい、これはあの3回に分けてですね、はい、全3回で僕が持っているコーヒーの入れ方、ハンドドリップとか、マンツーマンはどなたと、マンツーマンはどなたと、もちろんそれはもうもちろん、何もちろん岡田さんですよ。あ、僕、あ、そういうことね、そういう方です、私とマンツーマンです。
デートやデート。そうです。あの部屋真っ暗にして入ったほんまに。それで私とケイタ君やったら。外部か。ビビりますね。ケイタの方がいいって言うかもしれない。僕の3000円ぐらい聞いておきますから。オンラインのやつはね、3回コースなんで、ちょっとずつあのレベルアップできるようにとか、まあ、いろんなあの抽出器具も新しいのどんどん出てきてるんで、まあ、その器具を使いながら、まあ、美味しいコーヒーレシピであったり入れ方であれかな、まあ、アレンジコーヒーみたいなのも僕結構得意なんで、お酒を使ったレシピとかもいろいろとご紹介できたらなと思います。純粋にご支援していただく、純粋にご支援、あ、そう、あとあのね、純粋支援枠っていうなんか何か物が送られてくるわけじゃないんですけど、これが送られてきますよね。純粋支援枠はあのお礼状がもらえます。そしてあのご希望の方には新しくできた場所にボードがあって、そこにお名前を入れたりすることも可能です。でこれもらえますよ、これ金額によって金銀銅のプレートです。そうなんです。このとても素敵なクリアファイルの中にお礼状を入れてお送りします。で、純粋支援枠っていうのはまあまあ単純に投資ですよね。単純にお金頑張れって思う人は物じゃなくて、その気持ちですごい5000円からなんと最高30万円まで受け付けておりますので、30万円払ったらこれがもらえます。ゴールドプレート、あ、ゴールドプレートです。金額によっていろいろなプレートの素材を変えようと思ってて、でそこに何々寄贈みたいな感じでですね、焙煎所か焙煎機ですね、焙煎機にダイレクトにペタペタ貼るかもしれないですけど、皆さんの名前がずっと入ってずっと残るようなものを考えております。クリアファイルにサインください。あげます。サイン書きます。なんかサインくださいっていうのを備考欄ってあるんですかね。僕ちょっとキャンプファイヤーでリターン品を申し込んだ時に、はい、こんなことしてくださいってその投資してくださった方からなんか希望とかコメントが入れられるんですね。はい、応援メッセージのところに、はい、ちょっと書いていただいたらサイン希望と。わかりました。応援メッセージっていうところをご支援いただいたら応援メッセージっていうのがあるらしいので、そこにクリアファイルにサインくださいとか、ブロマイドくださいとかなんか書いていただければそれで対応させていただくので、クリアファイルカロリンさんサインしますよ。だからそこにコメントを入れておいてください。サイン欲しい人で。コーヒーセットですね。あ、そうだ、忘れてた。カプチーノカップにもサインもらえますか。あ、マグカップとかにもサインが欲しい。あ、何でもしますよT シャツでも何でも持っていてくださいね。あの家の壁にサインが欲しければ家まで行って壁にサインするんで住所教えてくれたら、あの急に落書きみたいにサインがしたんですけど、突如これにもサインできますよ。全部あのコメントください。コーヒーセット、コーヒーセット、あ、そうそう、ひとかさんかけいたさんか、向こうのところからのカリタのドリップポットとか、その抽出のセットも。ランディブレンドにサインくれますか。一粒一粒書いていきたいと思います。一粒一粒ね、書いていきますね。今ちょっと待ってくださいね。コーヒーセットに、コーヒーの入れ方動画を作ってる。おー、それどうやって作るんですか。これは URL をお渡しするので、中田さんありがとう。URL をお送りするので、うん、はい、それを見ていただいたら限定公開で。なるほど。これでいいな。はい、あのコーヒーセットっていうのが、リターン品の中であって、
コーヒーの豆とか、僕が使っている、僕がお気に入りで使っているコーヒー器具ですね。こういうドリッパーとか、ドリッパー、カリタさん協力のもと、カリタさんの、うち僕あのウェーブ使ってるんで、ウェーブのドリッパーとか、僕あのジャグ400っていうこの形のサーバーが好きなので、これなかなか丈夫ですよ。僕5年間仕事してて全然割ったことがないので、なかなか可愛いし丈夫なジャグ400。で、僕が大好きな銅のツバメシリーズのウェーブのドリッパーと、なんか今度こっちの初心者用はこっちでいいです。ちょっと価格安め、カリタさんのもあります。で、あとおしゃれポット。カリタさんの新しいレンジポットですね、KED。この間テレビでも紹介したら、まあまあ反響があったらしい。とても入れやすいポットですね。これであのティファールみたいに電気ポットになって、0.1 度まで温度設定ができて、まあ、ドリップする人には最高の入れやすいポットですね。で、容量も600ぐらいなんで、女性でもすごく重たくないというか、この素材的にも重たくないし、持ちやすくてコーヒーが入れやすいっていう感じのコーヒーです。あ、ポット。こんなんも入ってます。このコーヒーセットは初心者用とコーヒーセット岡田って書いてる、ちょっと珍しい名前ですね。岡田流の、初心者用に少しあのお値段も安めのやつを揃えた2万2000円のセットですね。それもまあポットもついてますし、いろんなサーバーとかもついてるセット、お豆もついてます。で、コーヒーセット岡田っていうのは、僕がまあ普段使ってる結構プロに近しいものですね。で、こういうものを使って、まあ、お家でのコーヒータイムを楽しみにしていただければいいかなと思います。岡田さんは高尾パーチェさん使ってますか？これいいでしょ、パーチェさん。この雪広さん、高広の静かしか使ってない。僕ずっとコーヒー始めてからカリタさんのポットに慣れてて、カリタさんしか実は使ったことがないんですよ。他の電気ポットとかも使うんですけど、やっぱりこのここの細いこのラインがすごい好きで、ここから出るやつが好きで、このラインに慣れてるんで基本これで入れてますね。って言ってるうちにあと7分でスタートになってきましたね。焙煎所は今どんな状態ですかね？焙煎所は今場所がやっとここにしようかなっていうところが決まって、とても和風の建築のおしゃれな建物ですね。そこはで嵐山より全然距離も近くて、僕がもう自由に行き来できるぐらいのところ、本店から歩いて10分15分ぐらいでは着けるところなので、行き来しやすい。で、実は僕の中学の同級生の家を借りようってなったので、今僕のカフェ本店は小学校の裏で仕事をさせて、僕の出身小学校の裏でお仕事してるんですけど、焙煎所は次は僕の中学校出身の中学校の裏ぐらいでできるかなと思ってます。すごいおしゃれです。焙煎機とかもいろいろ見てて、ちょっと焙煎機とかもこんなのを考えてますっていうのを今度は画像でインスタでアップしていきたいと思います。ちょっとこの間もテスト焙煎をしてきて、すごい気に入った焙煎機があったので、それをまたご紹介しますね。もう気に入った焙煎機っていうのもなんかあれですけどね、僕結構今度いろいろどんな焙煎がしたいかなみたいなことを考えてたんですけど、できれば幅広い焙煎というか、まあ深入りから浅入り、まあ日常使いのコーヒーからスペシャルティーまでって、お客さんに自由に選んでもらえるようなアイテムラインナップでやりたいので、まあ、それで言うと深入りも焼けて浅入りも焼ける、両方ともに対応できるような、まあフットワークの軽いというか、失礼しました。
失礼しました。お、あと5分ですか。5分です。カウントダウンは5分からしますか。長いですか。ちょっと長い。長いですか。300秒数えないです。あと5分です。皆さん、あのポチポチの準備をね、キャンプファイヤー、まあ、インスタライブ見てみながらなんですけど、他のアイテムで、いろいろ見てください。で、あのすぐにクリックできるんです。今42名の方が見ていただいてますね。もうすぐでもお昼休みやから、ちょっと増えるかな。最初の3日間が大事なので。あ、そうなんです。キャンプファイヤー焙煎所の話、もちろん、焙煎所の話はキャンプファイヤーのページでも更新していくし、僕のあのインスタグラムでも随時、まあ、キャンプファイヤーと引っ付けてアップしていきます。もうちょっとそろそろあれしようかなと思って、焙煎所でもライブ配信でもできればなと思ってます。ここまでがっちりした装備は無理でしょうけど、はい、視聴者が減ってきた方が本当ですね。みんな、多分みんなキャンプファイヤーの方に行ってますか。減ってきた。もう皆さんリターン品はお決まりでしょうか。最初の3日間がすごい重要みたいです。この3日間で一気にすごい角度で支援の数が増えれば、キャンプファイヤー内での注目のページみたいなところにアップされるんです。ちょっと今こうやって、僕のことを知ってくれている人が今見てくれてたりとか、支援の準備をしてくれてるんですけど、そこで一気にキャンプファイヤーの中で、注目のプロジェクトとなると、僕のことを全く知らない人もそのプロジェクトの内容を見てくれるんで、まずこのあと3分後に一気にデデデデデデデ通してください。あ、いっぱい来てます。あ、いっぱいありがとうございます。スマホでライブ、パソコンでキャンプファイヤー準備中です。ありがとうございます。みんな嵐山にあったものとどう違うんですか。あ、焙煎機も変わると思うし、全然設備も変わるし、まあ僕が焼くっていうことが一番変わるんじゃないですかね。岡田が焙煎士になるっていうことが一番変わるかな。純子さん、アメリカから応援ありがとうございます。ソフィーもポチリの準備ありがとうございます。30万円ありがとうございます。ソフィーありがとう。ソフィー30万円ありがとうございます。すいません。あ、もう58分ですよ。あと2分ですか。はい、今日お気に入りも89人増えてます。お気に入りも今89人がお気に入りのボタンを押してくれてるんで、89人一気に行きましょう。さあ、ドキドキしますね。すぐに公開のボタンを押すので、皆さんでカウントダウン最後の。おお、なるほど。それ、あゆみさんが押せるの。いや、まあ、押す準備をして。あ、そうなんですか。あ、ついてる。あ、ついてるよ。カプチーノカップにも操作はマグカップはないけどね。こんな感じです。あ、ドキドキの。あと1分。あと1分ですか。あと1分です。あとちょっとズレがあるから、ちょっと皆さんの遅れるかもしれない。あ、そう、だいぶちょっとズレがあるんで、見えてるのはちょっとあれかもしれないけど、さあ、公開ですよ、皆さん。最後の10秒、みんなでカウントしましょう。しましょう。どう、すげえドキドキする。10秒前は誰が来るの？ん？今、ケイタが見てくれてるじゃん。ドキドキしますね。まあ、アクセスが混んでリターンが見れない。アクセスが混んでますか？リターンが見れない。30万のとこだけ見といてくれたら見れなくても10秒前です。キャンプファイヤー行ってらっしゃい、みんな。5秒前で4 3 2 1。ドーン。行ってらっしゃい。
ってらっしゃい。いらっしゃい。まだ41人いるよ。みんな来て、みんな来て。みんな。ほら、ポチッと。みんな来て、おー、キャンプファイヤーに、キャンプファイヤーに行ってください。インスタライブもう大丈夫です。公開できましたか、あゆみさん。お、ソフィーが30万押し、行きなさい。お前が押せ、お前が押せ、押すんだ。30万押しじゃなくて、お前がボタンを押すんだ。いけプロジェクトも公開されました。プロジェクト公開されましたか、僕も見よう。公開されました。見てください。おめでとうございます。あなたのプロジェクトが公開されました。ありがとうございます。すごい。今から皆さん、キャンプファイヤーでよろしくお願いします。よろしくお願いします。いっぱいクリックしてください。見よう、俺も見よう、キャンプファイヤー。あ、公開されてるの？あ、すごい。ありがとうございます。お気に入りありがとうございます。誰が一番に入れてくれるでしょうか。公開されてる。まだ。まだですね。45日ありますけど、この3日で。この3日間が勝負ですって。そうです。集荷は今、準備できてますか？あ、します。アクセス混んでます先生。現在支援金総額3万円。お、すごい。ありがとうございます。はい、3万円入りました。3万円いただきました。ありがとうございます。今23人に減ってみんなえすごい早い。みんながコメントも止まりましたね。見てる人も23人にどんどんと減ってきたので、はい、ちょっと岡田さんも小休止を。そうですね、もう一人3万円してくれてる方もいるので、はい、皆さんご支援お願いします。すごいね。ありがとうございます。こんなすぐに支援でできるんですね。始まりましたね、岡田さん。お、すごい、鬼のフリックで1人目の支援者でした。おめでとうございます。すごい。おすずさん、おすずさん、ありがとうございます。支援完了。支援完了、ありがとうございます。ありがとうございます。ドラえもんの、ありがとうございます。ドラえもんすごい、本当にめちゃめちゃ減ってる。このライブ配信今20人ぐらいは頑張って見てくれてるかもしれない。半分以下になった。おかしいな、ライブ、あの配信あれかなと思って。 YouTube ずっと4人です。え、 YouTube は4人4人ですか。でも後から見れる。はい。お、ゆきちゃん久しぶり。すごいですよ、もう4人も支援していただいております。すごい、すごい。みんな難しそうですね。7人。ありがとうございます。すごい。そうですね、多分見れれば。8、9、10、すでに7人。ん？すでに7人。何人ですか？たった3分で。惜しいな。たった3分で。10分で目標達成を目指してるんで、あと7分しかないですよ。あと7分しかないですよ、目標達成まで。7分ですよ。1430円頂戴いたします。もう7人。ありがとうございます。1000円お預かりです。570円開始です。ありがとうございます。では残りのコースのゼリーの総額1680円。そう、今18人しか見られない。では2000円お預かりいたします。320円。すごい、10人。ありがとうございます。お気に入り。ありがとうございます。
見てます。後ほどクリックします。はい、皆さんガンガンいってくださいね。10人の方ありがとうございます。あずきさんもありがとうございます。終わりました先生。あ、すごい、ありがとうございます。今支援者14人やってますよ。今カウンターのいつも来てくれている先生も登録してくれました。ありがとうございます。先生ありがとうございます。ゆりちゃんもありがとう。先生ありがとうございます。すいません30万無理でした。全然大丈夫です。その分来てください。楽しいねこれ。ありがとうございます。あ、中村さんありがとうございます。今14人秋吉ゴンさん、ありがとうございます。中村さんありがとう。こんなにかっこよくしてもらって髪の毛いつも。すごい先生早いですね。あ、そうなんですか。すぐクリックできるんですね。すごい楽しいね、インスタライブしながらこれするって。よっちさんありがとう。入りました。入りました。めっちゃ黒。ありがとうございます。Facebook で撮っていいですか。よっちゃんありがとう。なんちゃんありがとうございます。ご支援いただきました。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。そう、リアルタイムに見れるんですね。見れますね。すごい。水野さんありがとう。すごい、10分で。10分以内でしょ、まだ。7分です、まだ。すごいですね。すごい。29万8000。すごい。もう29万ですか。あ、終わっちゃいますね、もう。ネクストプロジェクト考えないと。29万完成。そしたら次のネクストプロジェクトの話題にした。どうですか岡田さん。いや、むっちゃ嬉しい。やっぱりこれってすごい行く感じですね。感動しますね。こんだけリアルでみんなが支援してくれるっていうのは、応援してくれてるっていうのはすごい嬉しいですね。なんか感謝ですね。感謝です本当に。なんかかっこいい企画と何か皆さんに還元できるイベントも考えて、次やろうと思っている焙煎じゃすごく場所が広いんで、すごい人が集まれるようになったら、時代が変わって集まれるようになったら、なんかすごい大きな野外パーティーができるぐらいの場所なので、みんなでお肉焼き倒してバーベキューしましょう。すごい。新しい焙煎機で消えた。お肉も焼けるよね。あれは焼けますね。はい。投入したら、はい、ちゃんとクロップスターで追いかけますんで。いい焼き加減なんで。いけます。多分焼けると、焙煎機でお肉焼いちゃうんで、また皆さん。そうです。ドラム回転させますので大丈夫です。なんか掃除大変。23人ですね。おマンツーマン売り切れですよ。すごい。めっちゃ多いですね。めっちゃ多い。何つも売り切れ。寒くてきた。どこ行ったかな、これから。コーヒー室、やるよ。本当ですね。ワンツーマンナッツアートトレーニング。ソールドアウト。あ、ワンツーマンの。ソールドアウトですか。ナッツアートが売り切れております。ナッツアート売り切れました。うわ、すごい。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 本当だ。これ、すごい。すごい。もうちょっとお休みだ。ねえ、マンツーマンすごいですね。すごいですね、マンツーマン。あ、大好きなダンディフレンド。ダンディ。ダンディみたいな。マンツーマン、やっぱりあれじゃない？旅行じゃない？岡田と。
マンツーマン。おいくらですか。おいくらでしょうかね、それは。2泊3日ぐらいでね。まあまあ。それが一番売れちゃうんちゃうかな。26人でも40万近く。あ、すごい。マンツーマン間に合った。すごい。すごい、どなたですか。ラッキーな方。クリタコーヒーさん。ありがとうございます。クリタコーヒーラボラトリー。なんかそのアイコン俺やなこれ、うん。岡田フィンガーしてるよね。あ、そうですね、うん。待ってるよ、マツマ。マツマ。そんな早く売り切れるんだ。売り切れちゃいましたね。すごい。そうです。そうです。これね、これやってるのね。マンツーマンって何個でしたっけ？ 3 個でしたっけ？ 3 個です。あっという間でしたね。こんにちは。お好きなお席どうぞ。すごいな。すごい。すごい。マンツーマン、マンツーマンは失神しそうなので人数支援を受けしました。ありがとう。ライアースちゃん、ありがとう。マンツーマンは失神しそうなので人数支援枠にしまいました。あ、でも純粋支援でもそれ。後であの携帯の電話番号DM で送るんで、マンツーマンで出身してください。まあ30分ぐらいやっぱりちょっと皆さんとこうやって、そうですね、コメントを、はい、コメントを拾ってください。39万9500円。おすごいですね。40%、すごいですね。今12分で 40%。 すごいですね。誰かが30万ポンっていったらいい。何パー39万9500円。おすごい。誰が手にやる。みんなクリックしてるんでしょうね。そんな増えないですもんね。お昼休みだけどライブはみんなあんまり見てないですね。Facebook の皆さんも。こっちです。こっちやった。4名の皆さん。4名。マンツーマンラテアートはなくなっちゃいましたけど。すごいな。すごい。限定品。限定品もありますので、うん。トートバッグ付きの限定品。ぜひ狙ってください。そう、トートバッグ付きの限定品まだ残ってます。限定なんで早い者勝ちですよ。トートバッグが、パッとついてくる、プラスでついてくるよ。よくわからないんですけど、お得感。まだグループレッスンはまだまだ。おグループレッスン狙い目ですね。ラテアでグループレッスン。そらもう日程的にカオさん、静岡ですか。いつでも来てくださいね。いつでもお待ちしてますよ、京都で。焙煎所新しくなったら遊びに来てください。すごい広いとこなんで、ゆっくりお話できると思います。それは3つです。なんかブランコとか滑りたいとか言ってそう、やりたいんだけどな。ちょっとそこは僕の友達の家でもともと材木屋さんを運営されてたとこで、材木置き場がすごく大きいんですね。で2階が2階の大きなところの材木置き場のところをちょっとテラス席みたいにして、そこでもコーヒーをみんなに飲んでもらえたらなっていう感じです。あお赤ちゃん、昨日ありがとう。応援完了、イエイ。29人、42万2000人。メッセージ欄にサインお願いしました。お、サインするよ、香り。15分で29人。すごいですね、岡田さん。どうしましょう。風が吹いています。風が吹いてますか。いや、むっちゃ嬉しい。みんなありがとう。まだまだ45日間もあるんでね。8月のいつまででしたっけ、終わるのが。
7月12日です。7月12日、うん、40万超えましたね。42万。仕事戻ってください、カロリン。ミノさん、ありがとう。ありがとう、カロリン。カロリン。はい。この、キャンプファイヤーのページ見てもらったら分かるんですけど、いろんな人が、僕の尊敬するバリスタの世界チャンピオン3名が応援コメントくれてて、いやこんな日本で一番有名な各大会の世界チャンピオン、まあ、でも全員日本人初で世界チャンピオンを取った人ばっかりかな、が応援コメントをくれているんで、この場で感謝を。伊崎秀則、秀則くん、ありがとうございました。とてもかっこいいコメントありがとうございました。伊崎さんは、2014年のワールドバリスタチャンピオンシップでアジア人初の世界チャンピオンになった、素敵なバリスタですね。僕と出会ったのは何年前になるんだろう、秀則がまだ18歳の頃、衝撃的なデビューを飾ってて、大阪予選にわざわざ秀則の競技を見に行ったのを覚えてますね。そんな秀則が世界チャンピオンになって、この焙煎所、岡田がする焙煎所の応援もしてくれてます。あと、加瀬谷てっちゃん、てっちゃんはブリュワーズカップ2015年のブリュワーズカップかなで、一緒に同志として戦ったメンバーで、そのまま僕はその時は3位、てっちゃんが1位で、てっちゃんそのまま世界大会に行って見事世界チャンピオンになって帰ってきたという、初めてブリュワーズカップの控え室で準備室でお話した時にすごいキラキラした目で寄ってきてくれたのを今も覚えてます。あ、加瀬谷さんモデルどれか分かりましたか。加瀬谷さんすごいよね。てっちゃんは本当にコーヒーに対する愛もすごいし、かつ優しい。秀則は、マクドナルドのコーヒーを作ったり、てっちゃんはこの間ファミリーマートのコーヒーを作ったりとか、本当に日本を代表するトップバリスタの2人ですね。あと今朝会ってきたんですけど、ヒアの山口くん、ラテアートの世界チャンピオン、2014年ワールドラテアートチャンピオンシップのチャンピオンですね。山口くんも同じ京都でバリスタとして頑張ってるんで、山口くんの出会いな。山口くんはすごいラテアートが上手で、Facebook でラテアートの写真を見たときにすごい感動して、僕あんまり Facebook で友達申請しないんですけど、僕からメッセージを送って友達になってもらった山口くん、その間にズルズルと世界チャンピオンになって今回も応援してくれてます。お店がバタバタしてきましたが、こんにちは。左右で、はい、42人で45万。ありがとうソフィー。もう一回、32人の方が今支援してくれました。ありがとうございます。そうお菓子ありがとうございました。そして45万円まで今行きました。嬉しい。もうすぐ目標達成まで、ライブ中には行きそうにないですが、あ、カニちゃんも見てくれてるね。ブルーマップジャパンから一気にご支援お願いします。焙煎所はいつ頃できる予定ですか。できるだろうね。工事、焙煎所のスタート希望は10月とか、まあ秋口にできたらなと思ってるんですけどね。
まあいろいろ準備と、まあ、物との手配がまだこれからなので、でもまあ、決まれば一気にいけるかなと思います。新着状況、あ、新着状況、そう、動画で、はい、どのところから支援の電話もかかってきてますね。斉藤ちゃんです、斉藤ちゃん。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。すみません。はい、これで一気に注目のところに上がれるかな。多分社長も一人で喋りたいと思うので、うん、もう一頑張りですね。はい、はい、ありがとうございます。本当に忙しいのに。あ、言っときます。またバッさせていただきます。はい、はい、あ、ありがとうございます。頑張ります。はい、ありがとうございます。またありがとうございます。失礼します。マックスですか。そうでしょ。クリアファイル。これは、純粋支援枠、はい、お手紙が中に入ってるってことですか。はい、手紙入りでこれが送られてきます。これさえあれば手紙がシワにはならない。とても素敵なクリアファイルです。魔法のようなもの、雨にも濡れない。ハンピーワンのパクチーの数です。はい、あと8分ほどですね。皆様にねえ、どんなところでやるか。すぐ50万。すぐ50万。でも。外線所。わかるかなこれ。すごい日本建築で屋根がすごい綺麗な、手前はガレージになっていてすごい広いんです。これの一角を、この一角を焙煎機入れてコーヒースタンドもできればと思います。どれぐらいの広さですか。広さはね、全体で僕が、写真が暗くなった。広さは全体で、まあ、僕が借りる面積的には10坪ちょいぐらいですかね。10坪ちょいぐらいで、焙煎機入れて、そんでいろいろコーヒーの研究とかできるラボ的なものの機能も踏まえて、ここから本当におカフェから歩いて10分ちょいなので。両方ともはしごしても全然みんな行けるぐらいの距離。コーヒーも飲めるところがあるんですよね。そうですね、コーヒーも飲めるようにしたいなと思ってるんですけど、まだそれもまだどれぐらいのものができるか、皆さんのご支援次第でコーヒーが飲めるようになるのかならないのか、エスプレッソが飲めるようになるのかハンドドリップになるのか、いろいろ設備が変わると思いますけれども。岡田さん、息子が5万か2万か迷っている。30で。あ、本当もうすぐ50万ですよ。息子が30、すごいです。すごいですね。5万か2万でもすごいですよ。うん、あれですかね、岡田さんのキットかな。岡田さんのコーヒーグッズキットかな。あ、
スペシャル。あゆみちゃん無理しないでって言っといて。36人も支援してくれてる、ありがとう。みんなもうすぐ50万です。生前贈与があるんで。高台様、高台様よろしくお願いします。30万いってください。高台様生前贈与があるんで。高台様、その贈与は全てお金のために。とりあえず30万。コウダイ元気かな、ね、最近顔見てないね、コウダイ。あと7000円で50万です。あと7000円で50万です。先生、あと7000円分なんか押してください。コーヒーチケットお得ですよ、皆さん。あ、すいません、純粋支援でした。純粋支援、ありがとうございます。クリアファイルサインしますね。クリアファイル先生の教室にもサインしに行くんで。あんまり間違えたが、雄大、高台じゃない、雄大、ごめんなさい、雄大でした。誰だ高台って言ったのは。最近あの名前が覚えられない。お、あと4000円。フードで探すと一番に出てきましたって書いてあるよ。あのキャンプファイヤーフードで、フードで、結構あの一般の皆さんも見ていただける道のりができて、あのね、今のフード業界は、飲食業界は本当大変なんで、皆さんを支援してあげてください。いじめられちゃうんで、みんな世の中から。それほど悪いことしてないのに。あのインスタライブ中なので、皆さんあのキャンプファイヤーを見てもらうとおカフェが大きくなる支援ができるんで。ポチポチってしていただけると3000円からキャンプファイヤーでクラウドファンディングスタート中なので、カプチーノが美味しかった暁には3000円を。今ケイタがカプチーノ入れるんで、ね、全体で見ても4番目に出てますね。全体で良いですね。え、全体で良いですか。え、すごい。人気上昇中の。人気上昇中良いです。すごい。すごい。すごい。これが欲しかったんですよ。すごい。もう、それは、もう半分いってますね。皆さん人気上昇中で4位になって、フードで1位ですって。すごい、頑張るぜ。ずっと行きたくて気になってます。来てね、待ってるよ。あやなちゃん、ありがとう。今日の晩もインスタライブやってみようかな、僕一人で。夜は一人ですけど。インスタライブで今日の、お、もう51万。39人です。50% 超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。30分で 50% 超えました。行くぞ。今日中に。ミューゼソリーさん、ありがとう、支援ありがとう。もろもろ落ち着いたらおカフェに行くのが夢です。あ、夢にしていただいてありがとうございます。今晩夢に出るね。じゃああと1分ぐらいですね。はい、すごいね、皆さんありがとうございます。嬉しい。あと1分でインスタライブは終わっちゃうんですけれど、これからも
50% ありがとう。これからもご支援、今がスタートで45日間もあるので、はい、7月いっぱい、8月を迎えてもまだ暑い夏やってるんで、あ、そう、8月1日僕誕生日なんです。あ、また生ライブ配信します。そう、8月1日誕生日で、なんと僕50歳になるんですよ。50歳、50歳の記念の誕生日なんで、8月1日限定リターンでも考えましょうか。お誕生日祝いは全部キャンプファイヤーでお願いします。お誕生日プレゼントこっちからリターン出すんで、なんかお誕生日プレゼントを岡田さんにあげたいっていう人は全てキャンプファイヤーで、8月1日お楽しみにしておいてください。またライブしますね。最後あのポーズで3人で終わっていただけたら、はい、皆さん3人で、はい、やったぜ。それではインスタライブ本日は終了します。夜もしかしたらまたいいタイミングで僕がふわーっとインスタライブするかもしれません。緩い感じで。それでは皆さん、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。